はい、どうも皆さん、こんにちは。いずっです。それでは今回なんですけども、ページで20万円分国民年金保険料を支払ってみた抽選キャンペーンの参加方法も解説ということで、今回は久しぶりのページについてですね、この動画では僕がペイジーという支払い方法を使って、国民年金保険料の約20万円分をですね、実際に決済したということと、キャンペーンについてお伝えしようと思います。ぜひですね、ページで何かしら決済ができるものがあればですね、簡単に参加することもできますので、最後まで楽しんでいただければなと思います。それは まあそもそもですねこのページって何でやって思うかもしれないんですけどもこの左上のこのマーク見たことありますかね、まあ、これがこのページというものなんですけども。 よく見かけるのは、こんな感じのご自宅に届く払い込み書とか請求書とかのところにですね、チラッとこのようなマークが入ってるんですよね。このマークがあればページを使って決済がすることができるというものになっております。まあネットショップでもね、使えたりもします。で、使い方めちゃくちゃ簡単なんですけども、まあ自宅にね、さっきみたいな払い込み書とか請求書が届くんですけども、その後に銀行の ATM とかネットバンキングで支払うと、それで決済が完了というようなものになっております。 なので、先ほどお伝えしたようにページで決済するときの番号を取得して、その後に対応している金融機関の ATM であったりとかネットバンキングを使うと。まあ、ATM でね、決済するときは大体このページのマークがですね、ATM のメニュー画面で大体あったりするんで、そこで決済をします。まあ、あとは流れに沿ってね、どんどん決済していけばページ決済が完了と。 で、僕はね、このインターネットバンキングでの使うことが多いので、まあこれで決済することもできます。後ほどね、これに関してはまた解説をします。で、そのページがですね、今回はキャンペーンを開催されております。 1>, 1万円が100名様に、5000円が400名様に当たるキャンペーンということで、このキャンペーン自体はすでに4月の1日から始まっておりまして、7月の2日までのキャンペーンとなっております。まあ、結構ね、長めのキャンペーン、約3ヶ月ぐらいのキャンペーンとなってますね。で、一応ですね、ページで決済できるものの例がこのように出ております。地方公共団体のジャンルであれば、固定資産税であったりとか、自動車税、軽自動車税とか、住民税、そして法人税とか、 他にも国のジャンルであれば、厳選所得税の納付、あとは法人税、労働保険料。で、今回僕ここに該当するんですけども、国民年金保険料とか厚生年金保険料、まあこういったところが、まあページで決済することができますよということで、僕は今回ここの国民年金保険料をピックアップをします。で、そのキャンペーンの詳細なんですけども、こちらに記載がされております。キャンペーン概要ということで、 キャンペーン名ページ1万円が100名様に5000円が400名様に当たるキャンペーンで応募の期間は4月の1日からそして7月の2日金曜日までとなっております で、キャンペーン内容としたら、いつでもどこでも簡単に支払える電子決済ページを使って、各種お支払いをされた方が応募できるプレゼントキャンペーンということになってますんで、まあ、確実にもらえるわけじゃないんですけども、まあ、誰でも参加ができると。で、今回の商品に関しては、抽選で現金1万円が100名様に、そして現金5000円が400名様に当たると。当選商品につきましては、 現金書き留めでの発送となりますということですね。ちょっとね、抽選にはなるんですけども、ちょっと僕的にはこういうのは結構ね、平時でこれに参加する人はおそらく少ないであろうなと思ってね、今回は興味本位で参加をしています。で、このキャンペーンの応募方法なんですけども、キャンペーンの期間中に、 ページのご利用1回あたりの金額が税込み500円以上でなんと応募ができるんですよね。結構この昇格で応募できるっていうのは結構でかいかなと思います。なのでページで税込み500円以上の利用をすると、インターネットバンキングであったりとかモバイルバンキング、あと ATM からページで支払いをすると。で、その後にペイジーのキャンペーンのサイトにアクセスをして、キャンペーンサイトから必要事項を記入選択し、利用規約に同意して応募する。なおかつなんとですね、お一人様何回でもご応募できますということですので、 小額でね、何回でもーバができるというのはね、ここちょっと面白いのかなと思います。もちろん高額でも全然特にね、問わないので、何回でも応募できるというのはいいですね。なので、まあ500円以上というところではあるんですけども、何かしらの高級料金の支払いのついでに、まあちょっとキャンペーン参加してみようかな、みたいな感じの感覚でいいかなと思います。もちろんね、他のお得な決済方法を優先して使ってもいいんですけども、まあちょっとね、こういったキャンペーンに参加してみようかな、みたいな感じで、まあ興味本位程度で参加するぐらいが僕的にちょうどいいかなと思います。で、当選発表に関した 当選は厳正なる抽選の上消品の発送を持って買いさせていただきますとなので届いた段階で当たってるかどうかがわかるっていう感じですねで通知に関しては2021年8月以降予定しておりますが諸事情により変更となる場合がありますということですのでもうねキャンペーン自体が長いのでもうこれはしっかりと言えますね忘れた頃に で、早速ですね、僕もキャンペーンに参加してみたいと思うんですけども、以前ですね、僕こちらのページ決済使う時が来ましたということで、確か去年の年末にですね、こちらのキャンペーンに参加してるんですよ。まあ似たようなキャンペーンに参加しててですね、なんとそのキャンペーンで僕5000円当たってるんですよね。ツイッターでね、ちょっとつぶやいてはいるんですけども、ちょっと薄くここにも出てる通り、ページの1万円がなんちゃらなんちゃらご当選のお知らせということで、 いや、これ届いたとき結構びっくりして、ああ、こういうのって当たるんだと思って、今回もね、まあ、調子に乗って参加してみたいと思います。で、今回ね、僕が支払うものというのは、タイトルにもあったり、国民年金保険料ですね。195,780万円ということで、一括でまとめて支払う方法とか、月々まとめて支払う方法とか、いろいろあったんですけども、僕は今回もまとめてちょっと支払っちゃおうということで、かなりね、大きな金額になるんですけども、早速やってみたいと思います。で、僕は今回ですね、ネットバンキングの三井住友銀行から、 実際にやってみました。まずは、この三井住友銀行のアプリを開いていただくと、右下にメニューというところがあるんですけども、双方タップすると、今の画面が出てきます。そこにですね、ちょっと小さいんですけども、税金各種料金の払い込みっていうところにページのマークがあるんで、これをタップしていただくと、ここのところにですね、ページで支払うという項目がしっかりと出てきますんで、これをタップします。そうすると、ま、いろいろまた入力項目が出てくるんですけども、収納期間番号というのが払い込み表に記載がされてますんで、そこでここの5桁を入力して、 払い込み内容の入力に移りますそして、納付番号と確認番号を入力して、次へをタップします。そしたらですね、払い込みの明細が出てくるので、ここで、 払い込み内容の社会保険料とか、あと払い込みの金額に間違いがなければ、あとはこのワンタイムパスワードを入力して、払い込みの実行を行います。そしたらですね、ご覧のように払い込みの受付が完了しましたということで、これで決済が完了となります。で、次にですね、支払いが完了したら、今度は応募ホームに入力をします。まあ、いろいろ入力項目あるんですけども、まずご利用日として、4月の今日は26ですね。 ここで、えー、金融機関名が今回僕、三井蝉ー銀行から行いまして、支払いの金額なんですけども、先ほどね、入力したのが19万5780円ですね。で、支払い先企業団体名が、えー、今回は年金なので、ここの日本年金機構、国民年金のところをタップします。あとはね、ここの収納機関番号とかもろもろを入力していきます。 で、諸々入力していったらですね、今回のキャンペーン何で知りましたかというふうにいろいろ出てるんですけども、まあいろいろほばーって出てるんですが、まあ僕はなんかどこかのタイミングで知ったのであまり覚えてはないんですけども、僕の視聴者さんはですね、ぜひですね、その他っていうところを選んでいただいて、YouTube の水彦チャンネルです。みたいな感じで入力すると、ちょっと面白いんじゃないかなと思います。むしろ僕ちょっとこれで言ってみましょうか。自ら言って、自ら言うっていうね。 ちょっとやってみたいと思います。ちなみに特にこれ案件ではないです。で、残りのね、アンケートも入力していきましょう。ページどのように利用していますかって、今回はスマートフォンから入れましたね。えー、ページ何回利用したことありますかってことで11回以上。ページを利用した理由は何ですかということでもう今回は素直にね、キャンペーンが開催されているから今回は使っていましたということですね。ページについて便利だと思う点は改善してほしい点などご意見。 とても素早く支払いでき、今後も活用したいと思いました。思いました。これで行きましょう。ページのメールは受け取る。で、利用規約に同意。で、そして最後確認ですね。で、支払った日付と金融機関と金額とか間違いなければ、最後のここの送信というところですね。クリックしましょう。そしたらこれで応募完了ということで、結構簡単でしたね。他にもね、支払ったものがあれば、この続けて応募をクリックすれば、残りも支払うことができます。 ということで今お伝えしたことをまとめです。今回ね、ページのキャンペーンなんですけども、期間は4月の1日からすでに始まっておりまして、7月の2日、4月2日まで開催中でございます。で、この上限なんですけども、ページで1回あたり500円以上、税込み500円以上を決済することで、キャンペーンに参加することができます。キャンペーンの参加商品、賞金として、100名様に1万円、そして400名様に5000円ということですので、今回はね、これ抽選のキャンペーンとなりますんで、まあ、そんなに無理にね、参加する必要っていうのはないんですけども、 まあ、せっかくね、支払うものが何かあれば、ついでに参加しよっかな、みたいな感じで、参加する程度が一番いいかな、というふうに思います。で、当選発表なんですけども、商品の発送にて分かるということですので、当たりましたよ、当たらなかったですよ、っていうのは、特にメールとかは来ません。で、発送通知に関してなんですけども、2021年の8月以降ということなんですが、場合によって変更になる場合もあるかもしれないので、ここは注意ですね。で、流れなんですけども、先ほどお伝えしたように、金融機関の ATM で行うか、もしくはネットバンキングでまず は支払いいを行ってください僕は今回ね三井住友銀行のネットバンキングを使って支払って で、そこから支払ったらキャンペーンフォームにですね、先ほどみたいな感じで入力をしていただければ参加することができるっていう感じです。なので、少額でもね、支払うものがあれば、まあとりあえずね、キャンペーンフォーム入力して、まあ、参加してみるぐらいがいいかなというふうに思っております。ちなみになんですけども、今回僕が払ったこの国民年金保険料なんですが、おそらくちょっとね、該当する方と該当されない方っていうのは中にいらっしゃるかと思います。でですね、僕全然知らなかったんですけども、この年金ですね、国民年金保険料の2年全納制度っていう のがあるらしくて2年間で1万千円程度の割引になりますいうことい、ねまあ、この、その詳細に関しては、ここら辺にもぐざっと出てるんですけども、例えばその令和3年の場合に関しては、6ヶ月全農の場合に関しては、98,530円で、1,130円分お得になると。で、1年分の全農であれば、195,140円になるので、4,180円分がお得になると。で、2年分であれば、 一万五千八百五十円分が割引されるっていう感じなんで、結構ね、前もって支払った方がお得になるなっていう。この国民年金に関しては、クレジットカードで納付ができたりもするので、それを使って、この二年全納制度っていうんですかね、それを使えば、またさらにね、 お得に決済ができる。プラスね、ポイント還元が受けたりとか、まあ、割引がされたりとかもするので、まあ、この方法を使って、まあ、決済するのも結構ありなんじゃないかなというふうに思います。ちょっと僕自身はね、こういった情報全然知らなかったので、もうずっと普通に払ってたばっかりだったんで、 今後はね、こういった全能制度もね、うまく使っていこうかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回はページを使って国民年金保険料の約20万円分を決済したということと、キャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや結構ね、こういった高額な金額を払うときってやっぱちょっと緊張しますよね。本当に払えてるのかどうかっていうのはあるんですけども、まあおそらくね、しっかり払えてるんだとは思うんで、 キャンペーンの当選もちょっと待ち遠しいとこではあります。ま、ぜひですね、国民年金保険料決済するときは、こういったカードを使ってますよとか、このカードの方がお得ですよとか、そういったね、コメントなどあればですね、ぜひコメント欄書いていただければなと思います。今回ね、お伝えさせていただいたページのキャンペーンのリンクに関しては概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。